じゃあよろしくお願いします。お願いします。現場変革リーダー養成講師来て、はい、どういう変化がありました？そうですね、うん、僕自身は現場変革の前にやっぱ自己変革、自己変革っていうのをすごく感じていまして、はい、というと何だろうな、こう自分自身がまずこう理想するな状態であることですとか、とにかくまあ影響を人に与えたいので、はい、その前にまずは自分がこう本当に幸せをな人間であるっていうのを常にこう意識することで、はい、なんか本当に特別なことをしてないんですけど、こう小さな幸せにも目を向けることで、うん、すごい毎日幸せで、具体的になんかこんないいことがあったとか、はい、こんな変化、結果、そうですね、まあちょっとコーチングの要素もこう取り入れて試す中で、はいはい、こうやっぱコミュニケーションがすごい好きになって自分がいて、例えばこうちょっとセブンイレブンの、はい、店員さんにちょっとお話をちょっと聞いたんですけど、なんか本当は1枚しかもらえないはずのワンピースのハンカチがなんか3枚ぐらいくれてあ好きなんですか、どうぞどうぞみたいな、なんかそういったなんかちょっとプチハッピーがあったりとか、はいはい、あとはそうですね、あとはまあ有料ではないんですけど、うん、ちょっとコーチング的な関わりをしている、うん、方がいて、はい、なんかこう本当に気持ちよく話してもらったりとか、本当にどうありたいのとか、うん、で、まあ、じゃあそのために今何ができるっていうのを聞く中で、なんか明日仕事に向かうのがなんかすごいワクワクしてきましたみたいな。それ聞いてどんな気持ちですか？はい、なんかすごい、なんだろうな、ここに来て学んで、それはすごい活かして、うん、僕もなんだろうな、それができてよかったなっていうか、うんうん、すごい充実感というかいうのを感じましたね。いいですね。そしてこれからの抱負、未来は？はい、そうですね、未来は、まあ、僕もプロコーチとして独立していきたいっていうのがあるんですけど、うん、まあ、とにかくこう関わる人みんなが笑顔になって、うん、その人の生きたい人生のこうど真ん中を、はい、こうみんな生きていけるように、うん、そんな関わりができるように、はい、まず自分自身が、うん、やっぱりこうリソースの状態でハッピーで、うん、笑顔であり続けたいと思います。いいですね、はい、応援します。ありがとうございます。